こんにちはー、中までたっぷりちはやです。ちはやが偶然発見したバグやってみたいと思います。俺バグなんか一切発見したことないっすよ。なんですり抜けんのそれ、すげえな。でもゴールできなかったけどこれ落ちたら罪だよね俺は全くこのバグを発見してないんで、別のちはやさんなんですね続きましてはこちら、二度とやりたくないコース。なんかこれ高さ変だよね。嘘、全然進まねえ。二度とやりたくないってそういうこと？じゃあ倍速でブワーって流していきますよ。もうクリアでしょ。これクルンできないんだよ。これ多分なんだけど、高さがね 0.8 くらいしかないんだろうね。いや嘘、高さが1ないから 0.8 くらいしかないんでしょう。多分そのせいでクルンができないんでしょうね、きっとね。クルンするほどの、つまりジャンプするほどの隙間がないってことですね。は？ベストタイム1秒？嘘だ。見て、いいねランキングのとても難しいが、こんなにスピランで埋まることってかつなかったんですよね。一体何が起きた？今スピランブームなのかな？すごいですね。ちょ、スピランこんなに入れなくても大丈夫。コーダさんのコースなんじゃん。ちょっと見てみましょうか。ちょっとやってみましょう。とても難しいで、13位おめでとうございます。すごくね。どういうこと？おお、いけそうでもめっちゃむずそう。よっしょい、オッケー。多分30回くらい死んだわこれは一発でクリアできる人はなかなかいないだろうな。じゃあいいねランキングの難しいの第1位いってみましょうか。We come, we jump, we love。 とても平和そうなタイトル。1の1ですね。 Super Mario Maker。 コインが、ここは緑の悪魔。おー、思った通りちょっと速攻捉えましたね。これがゆめの、ゆ、もう一回聞きたいな。ゆいご。全然違う声だ誰かな逆にね。ゆいごー。お、入りましたね。クリア率が妙に低かったんですよね。なんででしょうね。今んとこ難しい要素は、食らったけど。そんなにないっすよね。クリボンやったぞ。クリジェンヌかな。クリジェンヌとかいたな、マリオ RPG に。クッパ軍団のうちの一人ですね。クッパ軍団のうちの、クリボーのなんかね、魔術師みたいなやつがいたんだよね。それがクリジェンヌっていう。でも、ついぞ戦うことはなかったかな、そのマリオ RPG においては。あ、取られた。
ここでカエルマリオ。このカエルマリオはマリオ3か。あんま使わなかったな、マリオ3の時に。かわいそうだけど。ちょっと、ジャンプの音が普通のマリオよりでかいですね。どうでもいい情報だけど。ということはこれか。なんかありそう。おお。おお。そうなった。お、こんなのあんだ。知らなかった。入れねえ。俺これ初めて見たわ。のこのこ。マリオ。ほほ。氷だから気をつけないと入れた。これはラッキーステージですね。入れねえ。ここ乗れる。普通にミスる。中間あるとはいえね、できれば死にたくないですよね。フラグだった。フラグだった。よし、オッケー。なんだ？特にわかんない。謎の矢印。あぶねえ、死んだと思った今。これは？ドクターマリオが。やったことはないです。歴代順マリオでも、飛ばしちゃったんだよね。ちょっと機材の不調がね、やっぱきついっすね。どっかであれがあればいいんだけどな。なんて言えばいいんですか。おお、お前そんな大ジャンすんのか。すげえな。DS とかで変えればよかったんだけどね。これも入れないですね。結構ワリオとかだと DS 売ってるんですよ。ダウンロード版が。そういうのがあればよかったんだけど。ここで、ティオシザルス、ムンチュクッポス。結構さ、いろんな投稿者さんのタイトルとかに、なんだろう、ファントムジャンプとか T ヨシとかって書かれてるとちょっと嬉しいよね。アドが見てくれてんのかなみたいな気分になるよね。いつも心の中でありがとうって言わさせてもらってますけど、急に速くなったの。うわー、ここ乗れますね。このジャンプも懐かしいな。昔あったヨッシーの、ヨッシーアイランドだっけ？ヨッシーアイランドの時のジャンプ音、こんな感じだったよね。おー、イエー。言いたかっただけですけど、今の。ことわざの後、全部おー、イエーにすると面白いっすよね。言わないけどさ、恥ずかしいから。でも帰ってこれるんだなぁ。でも出てるし。ここで巨大マリオ。さらに、巨大なメットをかぶった状態で、こうやってブロック壊していくと、ワリオランド思い出すわ。ほっ。オッケー。ワリオランドはね、B ダッシュで壊したんだよね、ああいうブロックを。思い出すな。床があるのに溶岩に沈むクッパ。なんでだ？なぜだ？なんか下にあるな。クッパが落ちていく前の下、何かあるぞ。なんだ？何かがあるな。何かがあるけどちょっとわかんないですね。
バネ？バネのようにも見えるけど、ドクロ？なんだ、キノコか。なんか丸いものが見えるんだけど、わかんねえわわかんねえっす。あ、赤放題、赤放題だ。ちょっとこっから、あ、見えたね、赤放題ですね。なるほどね、赤放題の上だと一緒に落ちちゃうんだね。クッパはその床より下にいる判定になってるってことかな、足が。へえ。Pスイッチを踏むとなぜか一方通行を無視できる謎現象。一体待たなきゃダメですよね。え？え？いやいやいや、何もできませんでしたけど。これはどう判定する？踏むとっていうことじゃないよね。たまたま踏んでいるだけで、多分押し出されてるのは別の理由がありそう。頭の上にブロックがあるからとか、そういう感じじゃないかなって気もするけど。なぜ抜けられるの？クリボーは抜けられないのに。これはなんとなくでもわかるかも。クリボーにはジャンプするっていう能力がないからだと自分は想像するんだけど、さあいかがでしょうか。かなり見当違いのこと言ってんのかな。じゃあこれラストにしましょうか。黒い敵を回避する歩き半自動。すげえ。パー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 。おお。もうちょいいきます。もうちょいやりましょう。閲覧注意。メガメガ観覧注意になってるけど、閲覧注意。キープ上。キープ上。そのうち多分。P が踏まれて。ああ。そういうことか。雲が消える瞬間のあれね。チカチカを閲覧注意と言ったわけですね。なるほど。合唱全自動。どんどん加速していって、おお、右に持ってかれて乗るんだけど、クッパじゃなくてスルーして落ちてゴール。おー、すげえ。お、マリオナンバーワンがなかったチャンネル登録をすべてない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。